一心の病、やはり重いようじゃ。うん。たとえ源一郎が俺と、アシナの国、長くはなさそうだの。して、もう一つの任は、城の蛇谷の側が、黒笠で騒がしいようじゃ。ならば次はそちらよ。だが最新にな、黒笠の無事な、生中には戦ぬぞ。
に使うつもりかの。ああ、だが仕方なく、アシナは今や存亡の危機なり。じゃが、ええ、ちゃんとせえ、ちゃんと。そんな風では巻き込まれちまうぞ。一度怒れば敵味方の別などなかろうでな。
静まっているな。ゾクメ、まだ生きておるぞ。何、ユーシュはどうした。先方寺を知らんのかい。金剛山の先方寺、尊いお方がそこにおわす。さあお前さんも拝んでみ。ありがたや、ありがたや。太郎兵に鎧を着せたそうじゃな。うん、あやつめ、うずりおってな。まったく難儀な仕事じゃった。だがその甲斐はあったのではないか。あの巨体と攻撃に加え、今や刃も通さぬのじゃからな。まあその通りじゃな。無理くり着せているからの。何かあれば鎧はすぐに剥がれちまうさ。極陽、こんなところに死者があるところ、また供養衆あり、汚れとて我らばかりは見捨てまい。
さあ、ご供養していきなされ。死者があるといずこへ。クロウ様、黒煙ですね。エマ殿、分かっています。源一郎殿がお待ちなのでしょう。天守の上階に戻ります。狼よ、あの時吹いてくれた葦の歯笛じゃ、こたびはそなたが音を頼りにきっと参れ。ネズミを飼ったようじゃな。ああ、やはりお主には人斬りの才がある。よし、褒美じゃ、取っておけ。これはアシナ流じゃ。流派という手も堅苦しい決まり事などない。ただ戦に勝つ、その一字を至上とする剣よ。ネズミ狩りに
何よりお主の戦に役立てるがいい。狼よ、お主は言ったな。なすべきことをなせた。それが未だ見出せぬ。わからぬのだ、竜院は。何故私に授けられた。
Oh,